続いては3人1組のグラウンダーのパスの練習について説明します。この練習というのはより実戦に近い試合に近い試合を想定した練習につながります。三角形ですから先ほどの対面のトラップとキックとは違いますから、試合中に起こりうる状況ですよね。その中でファーストタッチでボールを利き足の前に置く、ファーストタッチの後に利き足の前に置く、そういうことを意識してください。できる限り2タッチで相手に返す、2タッチに返すためにはファーストタッチを重要視しなければいけません。ファーストタッチの後利き足にしっかり置けるかどうか、その時には左足でも右足でも、今僕は左足でトラップして右足で返しましたが、右足のアウトでもそれは構わないです。右足のアウトでも足の裏でも構わないですが、ファーストタッチの後しっかり利き足にボールを置けているその状態で蹴る、そこが重要です。少しやってみましょう。今2人はほぼ、アウトでボールをタッチして、その後利き足に置いて蹴ってましたが、それは自由です。ただアウトにトラップしてボールがずれてしまったり、逆足でトラップするのも構わないですが、ボールがずれてしまうようではいけないということです。ファーストタッチの後利き足にボールを置けてるかどうか、置けてなければその後ステップしてボールを置き直す、またはタッチしてボールを置き直す、一つ一つのプレーを自分で意識して考えながらトレーニングにつなげてください。僕の一番やりやすい方法でもトラップしてみますので、この中でトラップの仕方というのを見てください。僕は比較的今ぐらいのボールだと足の裏を使ったりします。それは自分の好みなので、左足使おうが右足使おうがファーストタッチは、どこでも構わないですが、ファーストタッチの後にしっかり利き足に置ける、その状態を作った上でパスをする、またはそこからドリブル仕掛けるというのは、やっぱり利き足のポイント、ボールの置き場所なんですね。そこが一番大事だということを意識しながらファーストタッチを自分で繰り返しトレーニングしてください。次は逆回りについて説明します。今度は逆回りですから、トラップする方向の足もまた自分で考えながら、要するに大事なのはファーストタッチの後ですから、まず逆回りを少し見ていただきましょう。